メーテルが機械だなんて。アティスの体は鉄郎のお母さんの体。私は鉄郎のお母さんの若い時の姿の生き写し。私は人の姿をしたかも。こうやってもらった体が年を取れば、また一つ別の体を移し替え、果てしない時間の中を旅してきた。それで母さんに似てたのか。